こんにちは、時短節約家くーちゃんです。今日はゴールデンウィーク最終日、子供の日ということもあって、次男がスポッチャに行きたいと言っていたので、お友達を誘ってスポッチャに行く予定です。朝から一日出かける予定なので、朝のうちに晩ご飯の支度をある程度しておきたいと思います。休日なのに6時台に起きている私、自分で言うのもなんですが、すごいですよね。今日のメニューはスンドゥブチゲと麻婆豆腐です。さあ、サクッと作っていきましょう。食費節約のポイントは、こうやってお出かけをする日はあらかじめ晩ご飯のメニューを決めて、朝のうちにある程度作っておくことです。どうしても出かけて帰ってくると疲れもあって、晩ご飯を作る気力がなくなっちゃうんですよね。なので、予定外にお惣菜を買ったり、外食をしなくて済むように、お出かけの時は帰って食べる晩ご飯の予定までしっかり立てておくことが重要です。晩ご飯の支度ができていると余計な支出も防げるし、思いっきりお出かけを楽しむことができますからね。実は前の日に旦那さんとギクシャクしていたので、旦那さんの大好きなスンドゥブを作ることにしました。今まで市販のつゆを使ったりしてスンドゥブを作っていましたが、このレシピに出会ってからは手作りできるようになりました。辛いもの好きの旦那さんなので、粉唐辛子の量は倍以上入れてます。そして、いつでもスンドゥブが作れるように、このカルディで売っている粉唐辛子は常備しています。スンドゥブだけは連続で出しても構わないと言っているぐらいです。さて、このスンドゥブレシピはとっても簡単なんです。調味料を混ぜて、材料を炒めて煮立てたお鍋に入れるだけ。簡単なのに本格的な味がするので、辛いもの好きさんにはぜひ作ってもらいたいですね。しかも、お豆腐、ネギ、ニラ、豚肉、アサリなど比較的お安い食材で作れるのも、節約主婦としてはありがたいです。それでは調理に取り掛かりましょう。何やらうろうろしておりますが、お鍋を火にかけて、ごま油を敷いて豚バラ肉から炒めていきます。お鍋を熱している間に、ハサミ包丁でネギを切っていきます。このハサミ包丁もとっても便利、切れ味も抜群なので、お鍋の料理の時なんかは、お鍋の上で食材を切りながら具を入れることもできるので、時短調理にぴったりのアイテムです。今回初めて業種の冷凍アサリを買ってみたのですが、どうでしょうか。1袋の中に3セット入っていて、これならスンドゥブ3回分作れるなぁなんて思っちゃいました。豚バラを炒めながらアサリ入れちゃいます。このスンドゥブの味の決め手として欠かせないのが、海鮮のお出汁です。アサリとかホンビノス貝で作ったりとかしてみましたが、とにかくお出汁が出る貝類を一緒に入れると美味しくなるんです。逆に入れないとやっぱり何か一味足りないななんていう感じもするんですが、今回この業スのアサリを入れて作ってみましたが、まあまあでしたね。ちょっとこう気になる部分としては、殻の部分が炒めてる間に割れちゃったりして、そこが、気になったんですけれども、身も美味しく食べられたし、出汁の出具合も大丈夫だったので、生のアサリを買ってくると砂抜きに手間がかかるななんて思う時もあるので、業スの冷凍アサリをストックさせておくのもありかななんて思いました。
鶏肉を煮込んでいる間に子供用の麻婆豆腐を作っていきます。ヌンドゥブは子供たちはさすがに辛くて食べられないので、そんな日は別メニューです。同じお豆腐を使う料理で簡単かつ大人気の麻婆豆腐にすれば間違いなし。こちらはミキママさんのレシピを参考にして作っています。豚のひき肉をあえて買わず、スンドゥブ用の豚バラ肉をミンチにして麻婆豆腐にしちゃいます。フードプロセッサーを使えば一網打尽。あっという間にミンチが作れるし、なんか豚のひき肉を買ってきたよりもなんだか美味しい気がしています。食費節約のポイントの一つに食材を使い切るということを意識しているんですが、安いお肉をまとめ買いして使うこともやっているんですけれども、まとめ買いになかなか行けないという時もあって、そうすると近所のちょっとお高めのスーパーに行かなければこう食材が買えないという時もあるんですけど、そこであれこれ食材を買ってしまうと思った以上に脂質が増えてしまうので、お肉は1種類にして細かく刻んだりして使うとか、1種類のお肉で作れるレシピを考えてメニューを決めるようにしています。麻婆豆腐を調理していきましょう。もう何度も作っているんですが、ミキママさんのレシピ本を見ながら調味料を確認していきます。少しだけ分量を変えて入れていますが、とにかく簡単で美味しいんです。生姜も生を使用しています。ニンニクや生姜はチューブも常備していますが、できるだけ生を使うようにしています。その方が香りが立って美味しく感じるんですよね。節約料理を作りながら思うことは、節約しながらも美味しいものを作るということです。安い食材を使うときは香りとか風味とかを意識して、あーニンニクと生姜炒めるといい匂いするーとキッチンで調理していて、自分の鼻も美味しさを感じられるものにしたいなーなんて思っています。なかなか難しいのですが、簡単、節約、おいしいが合わさった神レシピを日々探し求めています。こちらの麻婆豆腐レシピは、豆板醤を入れず完全に子供用の味付けにしています。スンドゥブに粉唐辛子を倍以上入れる旦那さんにはあまり好まれないので、基本的に子供たちだけで食べきります。でも大人用に作るときは少し取り分けて、粉唐辛子や豆板醤など辛い調味料をとにかくいっぱい足して辛くして出します。それでも旦那さんには物足りないようですね。お水みたいに山椒の効いた辛い麻婆豆腐はもう外食で楽しもうと決めています。この麻婆豆腐のレシピは次男でも作れる簡単さです。食べることが大好きな次男は調理にも興味津々なので、時々一緒にキッチンに立って料理をしたりしています。最近学校で調理実習が始まったようで、楽しかったと嬉しそうに話してくれます。ちなみに最初はお茶を入れたり、そしてその次はほうれん草のお浸しを作ったようです。コロナ禍でなかなかそういったことができなかったんですけれども、最近は少しずつ再開されていて嬉しく思います。スンドゥブをコトコト煮るお隣で麻婆豆腐を作っていきます。こちらもあらかじめ合わせておいた調味料を具材を炒めたフライパンに入れるだけ。そこに切ったお豆腐を入れるだけなんで、めちゃくちゃ簡単です。昔はよくクック醤油を使って作ったりしていましたが、今となっては1袋なんかじゃ足りないんです。でもこのレシピはクックドゥ並みに簡単に作れるので、お料理初心者さんにもおすすめできるレシピです。昔は、いろいろな素を使って料理をすることが多かったのですが、長男の卵アレルギーが発覚して以来、卵なしで作れないかなと試行錯誤をしながら料理をしてきました。
で、実際に作ってみたら思った以上に簡単だったし、家にある調味料だけで作れるんだっていうことが分かったり、とにかく作りたい料理が出てきたら手作りできないかななんてクックパッドやネットで調べるようになりました。そんなこんなでたどり着いたレシピを、作りながら我が家の味付けに合ったものに改良したり、不要な手間を省いてみたりと、そんな風にして今の我が家の献立リストが出来上がっていったんです。食費の節約って面倒で手間でとにかく大変というイメージがありますが、私だって面倒なことはしたくないんです。だけど無駄な出費は避けたいので、できる限り簡単に作れるレシピを探しています。簡単に美味しいものが作れるようになると、料理って自然と楽しいものに変わってくるんですよね。もともと料理は苦手で、小学校の頃お母さんに作ってあげた時、いまいちねと言われるなど、あまり料理に関していい思い出はありません。あ、これ笑い話なので大丈夫です。はい、結婚するまで料理なんてしてこなかったけど、こんな私でも今となっては料理の投稿をインスタに上げられるようにもなりました。実家の母の味でもないし、料理に関していい思い出もないけど、今では料理が大好きです。休日の早起き&晩ご飯の下ごしらえはちょっと大変だなって思うこともあるけど、楽しく節約して貯めたお金でやりたいことをたくさんするんだと、そんな風に思いながら日々の家事をやっております。節約生活はちょっとした工夫の積み重ね。気を抜くとすぐネガティブに考えがちなので、できるだけ楽しみに変えながらやっていけたらいいですね。では最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではバイバーイ。